おいおい、今度はフィリピンと中国がマチマチなのか。フィリピンの外務大臣が SNS で中国を批判したのが拡散して大騒ぎになったらしいな。また中国が批判されるようなことやったんでしょ。それでも国を代表するような人が SNS で他国を批判するなんて良くないよね。そりゃそうだよ。ましてや相手が中国だぜ。軽い気持ちで SNS なんかで批判すれば大事になりかねないぜ。あいつらは自分らがめちゃくちゃやってるくせに、自分らが何かやられると劣化のごとく怒ってくるからな。フィリピンの外務大臣が軽はずみなことをしてしまったと思うぜ。確かに、軽はずみな行動だよね。中国とフィリピンの今の微妙な関係性を考えたら、やるべきじゃなかったんじゃないかな。まあでも中国も批判されるようなことをやったということは事実だけどね。今回は中国がフィリピンに対して何やったんだよ。基本的にフィリピンが中国とはことを荒立てないように、今までうまく付き合ってる印象だったんだけどな。そうだよね。フィリピンは今まであまり中国と大々的に揉めるようなことはなかったんだけどね。友好的にというよりも、政治的にうまく取り入ってるような感じだったんだよね。なのに今回の外務大臣の SNS での中国に対する批判、一体中国とフィリピンの間で何が起きたのか、見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2021年3月、南シナ海のスカボロー礁周辺の海域に約220隻もの中国の船舶が確認されたとフィリピン政府が発表したんだ。中国が取った大胆な行動によって、両国の批判合戦が始まったんだよね。また中国の領海侵犯か。どうせまた、この海が我々中国の海だとか言ってるんだよ。本当に中国はしまいには世界の海は全て中国の海だとか言い出しそうだよね。うん。今回中国が船舶を集結させたスカボロー礁は、フィリピン最大の大きな島で、その首都マニラを擁するルソン島の西方約230キロの海上に位置する岩礁なんだよね。そこはフィリピンの排他的経済水域内に含まれているんだ。地図上で見ると、スカボロー礁の領有を主張する中国、台湾、フィリピンの3カ国との距離は、どう見ても圧倒的にフィリピン側に近いんだよね。でも、中国はその場所を中佐諸島と呼んでいてその主張を譲らないんだ。でもよ、そこらの海域はかなり前から中国がちょっかい出してたよな。そうなんだよね。中国は2012年頃からスカボロー礁の実効支配を進めていたんだよね。強大な軍事力と経済力を背景に強固な姿勢を貫いて南シナ海の領有権を主張してきたんだ。フィリピンは1999年の憲法改正や2009年の領海基本法に準じてスカボロー礁は自国の領土だと主張しているんだけど、当然このフィリピンの主張を中国が認めるはずもなくて、これまで何回も小さないざこざは起こしてるんだよね。そんなに前から揉めてたんだね。フィリピンは小国だからなかなか中国に対して強い態度には出れないもんね。それがそうでもないんだよね。フィリピンと中国の領有権の揉め事は以前からあったんだけど、対立が激化していったのは2000年代に入ってからかな。2000年には中国の船舶が領海侵犯をしたという理由で、中国漁船をフィリピン海軍艦艇が攻撃し、漁船の船長が死亡するという事件が起きたんだ。フィリピンもやられるがままじゃなかったんだね。でも威嚇ならまだしも漁船ってことは中国の一般人ってことだよね。殺してしまったのはやりすぎだったんじゃない？難しいところだよな。何もせず警告するだけじゃ中国の船がどんどん調子に乗って領海を犯してくるだろうしな。威嚇も攻撃を当ててこないとなかれば同じことだよ。本当に難しい判断だよね。でもフィリピンが取った強固な姿勢はこれだけじゃないよ。2012年にはスカボロー礁近海に侵入してきた中国漁船8隻をフィリピン海軍が身柄を押さえたんだ。もちろんこれには中国だって黙ってはいなかったよ。中国も同海域に進出して両海軍同士が睨み合うという状態が続いたこともあったんだよ。今度はいきなり攻撃するってことにはならなかったんだな。当時はかなり両国で緊張状態が高まっていたからね。さすがにいきなり攻撃を仕掛けるのは賢明な判断ではないよね。もともとは、フィリピン政府は、政治的に経済的に急成長をした中国寄りの考えだったから、中国はスカボロー礁に2013年に軍事施設の建設を進めるなどの実効支配を強制的に進めていったんだ。そこまでやられたらもうフィリピンだけの力ではどうしようもないだろうな。そうなんだよね。フィリピンはオランダのハーグに置かれた仲裁裁判所への国連海洋法条約に基づく仲裁を依頼したんだ。3年後の2016年にはフィリピンの主張を概ね認める判決が出たんだよ。でも、この判決ではスカボロー礁の中国の領有を改めさせることには繋がらなかったんだよね。
フィリピン政府自体も、あまり強固な姿勢に出ずに中国との関係を悪化させることなく、穏便に問題を解決したいという思惑もあったんだろうね。そうだよね。アジアの小国にとって大国の中国との関係をこれ以上悪化させるのは政治的にも経済的にもリスクが大きいもんね。実際に2016年にフィリピンのドゥテルテ大統領と中国の習国家主席がこの問題への合意に至ったんだ。これによってフィリピンの漁業などへの妨害行為などはなくなって、スカボロー礁内は両国ともに禁漁区にする案が出ているようなんだ。そう考えると、フィリピンとしてはやっぱり中国との関係を優先して、譲歩する政治姿勢だったことは間違いないように思うんだ。フィリピン政府は、これ以上中国との関係を悪化させるよりも多少中国側の主張を通してでも、対立関係がエスカレートしない方向で動いたんだね。なるほどな。ここで冒頭で話した外務大臣の中国に対する SNS での批判につながるってわけだな。せっかくドゥテルテ大統領が対立じゃなく和解することを選んだのに、この批判が出たから、改めてこの問題が、再び顕在化することになったってことだな。ロクシン外務大臣が中国がスカボロー礁から撤退することを強く主張したんだ。これには、南シナ海で中国から圧力を受ける周辺諸国はこの SNS に好意的に反応したんだ。でも、ドゥテルテ大統領はあくまでも中国寄りの姿勢を守っているんだよね。だからドゥテルテ大統領は、外務大臣の SNS 上のコメントを中国側に謝罪することを促したんだ。これを受けた外務大臣は中国大使に謝罪を伝えたらしいんだ。そうなのか。結局謝ってしまったんだな。こんなことやってたら、ますます中国が調子に乗りそうだよね。まさにその通りなんだ。こうした今までのフィリピン政府の動きを見て中国政府は、スカボロー礁をめぐる自国の対応に自信を持ったのか。中国は改めてスカボロー礁は中国の領土であることを大々的に声明を発表したんだよね。ほら見ろ、やっぱり調子に乗せてしまったじゃないかよ。ロクシン外務大臣のコメントは反中国勢力の賛同は得ることができたのだけど、政治的な実効性はなかったんだよね。でもよ、これはフィリピンだけの問題じゃないよな。アメリカを同盟国としながらも内実は中国の影響下から抜け出せない日本の同党へと言えるだろうな。日本も尖閣諸島や南西諸島への中国の進出を軽視はできないけど、中国の今回のフィリピンへの経済と政治を利用した巧妙なやり方を見てみると、経済的に中国に依存傾向にある日本がフィリピンと同じようなことになるようで心配だよね。なんとか、この中国への依存を薄めていくしかないのかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。みんなのおかげで僕たちも楽しいよ。本当に感謝です。また見てね。見てほしいよ。見てくれよな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 。